1996年新春ジャイアントシリーズ高松大会、本田多門にとっては記念すべき日になります。あの川田俊明とのシングルマッチ、デビュー2年と3ヶ月急成長を続ける本田多門、正規軍のドンとシングルで対戦です。デインジャラス系川田俊明、94年チャンピオンカーニバル優勝、94年10月22日スティーブ・ウィリアムスを倒して第12代三冠王座につきました。ゆっくりいつものように苦口をかみつぶしたような苦み走った表情でリングに向かっております。デビュー2年3ヶ月急成長、本田多門今ゴングが鳴りました。共にアマレス界ではその名を知られた2人、ホンダにとってはこの日この高松大会記念すべき忘れられない一戦になるでしょう。リングのほぼ中央、アマレススタイル、おお、まだお互いの呼吸をつかみ合うかのような静かな立ち上がりになっている。いった、ホンダがいった、ホンダがいった、川田のバックを取りました。うつ伏せでこらえる川田俊明、足利工大附属高校時代81年の滋賀国体、この川田俊明は優勝しております。そして一方の本田多門、自衛隊体育学校卒業、ロサンゼルス、ソウル、バルセロナと3期連続してオリンピックにアマレスで出場しております。さあ試合立ち上がり、そのアマレス時代を彷彿させるような試合運びとなっている。川田の足がサードロープに伸びました。ロープブレイクです。共に昭和38年生まれ、32歳同い年の川田と本田であります。しかしプロレスのキャリアは11年差、その11年のプロレスのキャリアの差がこの試合どのように出てくるんでしょうか。頭をつきます、足を取りに行きました。おお、川田の後頭部押さえて、おお、本田がこれは体を入れていったぞ。本田優勢、本田優勢に試合を進めている。いや、解説の桃田さん、はい、ここまでアマレススタイルの攻防になっておりますが、そうですね、本田多門押し気味に今のところ試合進めてますね。そうですね、まあ、あのこれといって決め手はないですけれども、はい、要するにその本田選手の持ち味であるアマレス的な要素を、ええ、まあ、ここで今川田選手がわざと要するに誘いましたね、誘いました、ええ、アマレスで来るなら来いというアピールをいたしました川田俊明。プロレスのキャリアは11年差あります。さすがにプライドがあります。さあバックの取り合いになっているグラウンド、現世界タッグ王者、去年6月の9日この川田俊明、三沢光晴から悲願のカウント3を奪っております。デビューわずか2年3ヶ月本田多門に舐められるわけにはいきません。左の腕を取りに行きました川田。去年1年間で急速に実力をつけた本田多門であります。おお、もう一度本田がその川田の誘い、今度はヘッドバットで応戦、バックを取った本田、どうする、持ち上げた、持ち上げた、ああこらえます、川田がこらえます。バックを取っているのは本田、ああっといた、ジャーマン、これは効いた、これは効いた。おっと川田の表情一瞬固まりましたね、川田の顔が、ね、あー、いった、ホンダラリアット、おっと尻餅、川田尻餅であります。ヘッドバット打っていく、このホンダのヘッドバットダメージはどのくらいあるか。フロントスープレックスからカウントは2つ、
やっぱり本田選手は、去年 の、 あのタッグ選手権、要するにその、はい、タッグリーグからですね、まあ、4位という実績を引っ提げて、はい、その自信をかなりつけてますね。かなり自信、で、馬場選手と一緒にタッグを組んでましたので、はい、いろいろアドバイスを受けたりとか、それから試合運びとかそういうのをね、いろいろ学んだんじゃないかなと思いますよね。なるほど、自分自身にかなりの自信をつけてると思いますよ。それが今年になってからの彼の試合にも出てますよね。出てますか、さあ今度はしかし逆に川田がものすごいキックを打っていってる。喉元、試合前本田多門はこう話していました。川田俊明、川田さんは雲の上の存在、今日は真っ向勝負を挑む、変化球ではなくて直球勝負です、自分がどこまで現時点で川田さんに通用するか試してみたい、そう話していた本田多門、まさに直球勝負で挑んでいます。さあ、上から固めていった。5分経過、試合時間5分を経過しました。初夢チャレンジマッチ、シングルマッチ30分の一本勝負、川田俊明対本田多門、素晴らしい試合展開になっております。高松市総合体育館、ともにアマレス出身の2人、ここまでの立ち上がりの5分、アマレススタイルの攻防が続いております。キック打った、サッカーボールキック、ビシッという音、やはり川田はこのキックが真骨頂。腰骨のあたり、川田のつま先めり込んでいきました。おこれ、その足をキャッチした本田多門。これは川田選手の膝今押さえてますけどね、このままひねってねじり投げていきましたね、そうですね、川田の左膝、気をつけないとですね、靭帯をかなり痛めますからね。なるほど、ちょっとこれは川田の左の膝が心配です。その左膝逃しません。この川田選手の場合はですね、はい、要するに足を要するに痛めますと、あとのキックとかそういうの全部影響、全部影響出てきますね。パワーボムにも影響が出てきます。当然出てきますね。さあ本田多門休みません。その痛めた川田の左膝、続けて攻めていきます。アキレス腱固め。多門選手いい攻めですね。いいですね、去年の12月9日武道館大会、あのゲイリーオブライトにもシングルマッチ挑んでいきました。惜しくも敗れましたが、ファンの心をがっちり掴んだ本田多門であります。その時の勝負タイムは11分と19秒。さあリングの中央、川田のアキレス腱を捉えている本田多門であります。プロレスキャリアはわずかに2年と3ヶ月。ここで一旦ブレイクします本田多門。小学校3年からアマレスを始めた本田、オリンピックには3回出場しております。ちょっとやっぱりキックを打っていって、はい、左の膝ですね、先ほどの、その本田左膝、いた、左の膝を取りに行きました本田。ヘッドバット、ちょっとこれは心配です。やっぱりキックを打っていった時の軸足に左足がなりますから、そうですね、今打っていった後ちょっと顔をつかめていましたね、これはちょっと心配です川田。今シリーズはこれは多門選手チャンスですからね、はい、続けて休まずに攻めていきたい本田。さあ足4の字がために行こうというところでしたが、川田俊明キックでエスケープしております。さあちょっと動きが止まった本田でありますが、さあ立ち上がったのは川田、ちょっと左足気にしております。キックを打っていく、ちょっとバランスが悪い、もう一発打っていきます。右の膝を落としていきました。もう一度、川田は話しています。本田多門は自分の短所には目をつぶって長所だけを伸ばす方法を知っているんだ、これはすごいことなんだ、2年少しのキャリアでここまで伸びた理由がそれなんだよと、試合前川田俊明
本田珠緒を表してこう話しておりました。カウントは一つ。そしてアマレスでのキャリアをかなぐり捨ててプロレスに一から取り組んでいる、その姿勢は評価に値する、こうも話していました川田俊明です。さあ今その川田俊明優勢、カウント1が続いております。リングのほぼ中央、本田珠緒捕まったか。あー左腕、ゲイリー・オブライトからギブアップを奪った関節技。川田俊明この後の試合展開どう持っていくんでしょうか。ステップキックをもう一発、あー大きな声を出したのは川田の方です。ヘッドバット連発、キックを打っていく、もう一発膝をつきました本田。あーっと川田のキックを浴びて、川田のキックを食らって、逆にこの本田多門徐々に徐々に表情が変わってきた。喉元のあたり川田のキックズバズバ決まっておりますが目を離しません、目をそらしません。本田捉えた、倒した、さあ川田10分経過、試合時間10分を経過しました。川田対本田のシングルマッチ、30分の一本勝負。本田いい、本田いいぞ、かわした、打った、大きなあたり川田倒れた、川田ダウン、川田ダウン、大いかぶせていった、ヘッドバットを連発、本田多門チャンスです。さあロープに飛んだ、ヘッドバット、あー来た、本田多門、本田多門が現人に変わりました。あーここまでいいですね、いいですね、川田俊明は左の膝、先ほどの本田の攻撃で痛めております。さあスピンから、スピンからぐるぐる回し、ぐるぐる回し、スピンからどうする、落として、さあニュートラルコーナー、トップロープを目指す本田多門、ダイビングヘッドかわした、ダイビングヘッドはかわしました。おそれでもいや大したもんですね、打っていきますね。本田選手自分でもかなりダメージあると思うんですけどね、今もう、自爆ですからね、ダイビングヘッドは。すぐさま立ち上がって休まず川田にヘッドバットを打っていきました。本田パワーボムの体勢だ、パワーボムの体勢、さあ本田上がるか。いやしかし川田もさすがに正規軍のドン、意地がある、わあスパインバスター、スパインバスターを食った川田、表情が変わった。さあどうする、本田かわすか、かわすか、痛めた膝から押していきました川田。あー今度はカウンター、本田の、おー腕ひしぎ、腕ひしぎ、逆十字、ゲイリー・オブライトからギブアップを奪った川田の腕ひしぎ、逆十字、おーサードロープ、本田の足がサードロープに届きました。ロープブレーキ、プロレスのキャリアは11年の差があります。この川田と本田、元三冠王者に食らいついていきます本田、一歩も引きません。あ変形の肩逆エビ固め、十分な体勢に入りました川田。あしかし本田多門じりじりサードロープ近づいていきます。あと20センチ、あと20センチ、ロープブレイクです。本田多門正規軍のドン、元三冠統一ヘビー級チャンピオン川田俊明を相手に一歩も引きません。さあヘッドバット、もう一度ヘッドバット、川田にキックがあるなら本田多門はこのヘッドバット、もう一発、さあニーユーヒト連打、連打です、連打、痛めた膝で本田の顔面にダメージを加えていきます川田俊明。
さあ本田、高い角度からヘッドバット、ジャンピングのヘッドバット、スピンキック、スピンキック、さあ足を捉えた。逆エビ固めです。十分堂々とした試合運び。さあ川田もプライドが許さない、両の腕でこれをかわそうというところ、片足を外していきました。ポンピング、あ、先ほど川田にやられたのと同じ攻撃を返していきました。これは桃田さん、精神的にもかなりのダメージを川田に与えてますね。そうですね。さあロープブレイク、川田がロープブレイクがやっとですよ、素晴らしい。桃田さん、しかし堂々とした試合運び、本当ですね、素晴らしいですね。あれができるってことは本当に選手がそんだけ精神力がね、アップしてるってことですね。精神力、それからもちろんプロレスの実力、そうですね、伴ってることです。自力が上がってますよ、はい、さあ足を取りに行った。これはどっちだどっちだ、川田が、川田が取りに行った。川田の足首固め、勝負タイムは15分と4秒。最後の最後は関節技、ギブアップを奪いました川田俊明。